当初はイングランドの審判がこの試合の主審を務める予定でした。しかしロシア側から過去にイングランドの審判で不利を受けたことがあるということで抗議があって、そしてドイツの審判に変わったということなんですが、西野さん、こういうことあるんですね。そういう抗議によっての審判団のですね、このスケジュールが変わるっていうことはいいと思うんですけどね、まあ、よっぽど圧力がかかったんじゃないかと思うんですけども、はい、さあ今キックオフです。イズマイロフと松田、拾った稲本、長いドリブル、稲本シュートを打った。最初のシュート稲本です。初戦取ってますからね、彼はね、そうですね、こういう形でドリブル突破から、シュートまで持っていけるんで、自信を持って今、はい、打ったと思います、チャンスがあれば打ってこう全体が落ち着くということが大事だと思うんで、はい、非常にいい狙いだったと思います。さあ抜けた、鈴木が抜けます。これはオノップの足、左足です。ヘディングで競ってゴールキックになります。笛が鳴ります。中に入れる、ヘディングシュートは稲本、鈴木と言いました。今のは惜しかったですね。まあ、いい入りをしたんですが、マークが最初いませんでしたからね、はい、カルピンからシトフです。中を見るピメノフ、宮本が行く、まだあります、笛が鳴ります。ここは反則です。シトフ、ここは危ない、持たせてはいけない。スメルチン、シュートを打ち出したスメルチンです。彼らに対して右のミュージン、左の小野がですね、はい、どんどん引っ張られて、いつまいろ近くでシュート打った、どうか、左です。イズマイロフのシュート、ヨーロッパ予選ラスト2試合フル出場しました。そこでレギュラーを獲得した選手です。技術的にも高いですし、まず運動量がそうですね、ある、その中で自分の、今手を使いました。宮本にイエローです、はい、人に対しての対応がですね、今の形でシュート打つ、直接狙ってきました。3番のニキホロフ、戸田からロングボール、セリチョフ、中田が取る、この位置でボールを取るとチャンスになります。シュートを打ちました、中田です。ロシア戦重要なのは負けないことと言っていた中田です。中田浩二、切り返します。さあかわしてきた、速いボール、シュート打つ、外れた。中田、中田のシュート、左足、決定的なチャンス。前半の28分、コルシエも決めろよという。左サイドになりました、ロシア、イズマイロフ、短くチトフ、チトフ上がってきて、どうか、奈良崎が出ました。オフサイドありません。奈良崎が出ました。しかし今出なければ、ね、奈良崎のファインセーブですよ、ファインプレーです。奈良崎、逆サイド、フォローがあります。中をしっかり締めないといけないですよ、チトフ縦に出してきた。さあチャンスボールはマイナスか、どうか、日本カット、危なかった日本、戸田です。ここで笛が鳴りました。日本対ロシア、前半終わって0対0です。両チーム得点がありません。この選手はチュニジア戦途中から36分間プレーして、1点目のアシストと2点目となる PK をもらっています。さあ後半です。さあそのこういうところですよね。シュートが裏へ、カルピン、カルピン中入れてきて、チャンスだ。戸田、中田浩二、ロングボール、正確さがあります。中入れてきた、低いボール、稲本だ、どうか、
終わったのは稲本。ロシアは2人目の交代ということになります。ドミトリー・ホフロフを入れてきました。日本先制して1対0。笛が鳴ります。日本ボールです。ホフロフ、チュニジア戦も後半の45分間プレーしています。スペインのレアルソシエダに所属するホフロフです。4番のスメルチンに変えます。やめ上がりのスメルチンに代わって11番のベッサチニフ。シトフが左、真ん中にベッサチニフ、出た、つながった、ピンチ、あーっと、なんとなんとなんとサイドネット。ロマンツェス監督も頭を抱えました。何が起きたんだ、そんな感じで見つめていますロマンツェフ。ベスチャシフ、決定的なシュートを外しました。ちらっと後ろを見て中田、ロングボール柳沢、オフサイドない、サヤーチャンス、シュート、柳沢です。これは監督の気持ちも分かりますよね、さあ今度はロシアです。ボレーシュート、シチョフ、いいプレーですね。シチョフいいですね。まだ18歳です。縦への勝負は有効、試合前からそう言っていました日本です。打てるか、柳沢、鈴木、打ってきた、左足のシュートです。熱くて動きが止まりましたが、シチョフです。これはインパクトあったんですよね、高いいなくなって、抜けた、鈴木、中田秀俊ですよ。さあプレッシャーをかけてくる、シュートを打った、どうか、クロスバーだ、クロスバーに当たりました。ざわめく横浜。さあここでそして中山が登場しました。中山正史が登場しました。鈴木に代わって中山、服部が小野と交代します。服部とシーロが入ってきました。ソロマチンからカルピン、ホフロフ、前を向く、シュートを打つ、奈良崎キャッチ、奈良崎がキャッチです。至近距離からのシュートには自信があります奈良崎。ベスタスニフ、シトフ、そしてシトフ、シトフ、シトフがまだボールを持っています。左サイドにはセムショフ、シュートを打った、ボールを奪うのが非常にうまい福西崇史。ジュビロ磐田、ファールがあります。中田が引っ掛けてロシアボール、カルピンです。ここで笛が鳴った、日本勝った、日本勝った、ワールドカップで初めて勝ちました、日本やった、おめでとう日本。立ち上がりました日本サポーター、ロシアを下しました。